しぽちゃんありがとう。ありがとね、会社でいっぱいやで、みんなには大丈夫、ありがとう、本当にありがとう、温かい言葉ね、作ってくれていっぱい、ありがとう。いやー、頑張ります。頑張ります。ゆみこがね、頑張りてえから、心配しないで。でもね、本当に応援のね言葉はね、すごいね、励みになってる。特に、なんて言うんだろう、こう、なんだろうな、うつむきそうになった時にね、みんなの言葉がね、すごい、染み渡る。支えられてるなって思う。そういう、応援してくれてる人たちに、頑張って、報いていきたい。ミコは、応援してくれる人も、支えてくれてる人もね、ちょっと何言ってるか、わかんない、と思うけど。ね。マニちゃんから連絡が来てた、すまないちょっとね、マニちゃんも心配しているので、ゆみこはここで終わらせようと思います。ごめんなさい、ありがとうね、みんな。でもね、全部読めなくてごめんなけど、でもね、ありがとう、本当にね、全部読みたい読みたいけど、いや本当にね、みんなありがとう、マジでね、すごい感謝でしかない。これを見ている、そして、切り抜く、皆様、みこは大丈夫です。この部分をぜひ絶対に使ってください。最後にこの部分を使ってない方は、報告させていただきますので、そこのところをよろしくお願いします。うん、いや、 やっぱね、切り抜きだけね見るとね、心配する声がね膨らがっていくっていう、そういうところもあるのでね、切り抜きはありがたいけど、まあでも恥ずかしい部分はなるべく切り抜いていただきたくないな。今日はたんまり面白い場面があると思うんでね、そっち掴んでくださいね。となっていたけど、ミコは大